こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンコペーションの読み替えのシンバル移動というのをやってみます。家での自宅練習でしたよね。なので、全部今までパッドでしたけど、久々にドラムセットでいきたいと思いますね。前回やったのと一緒です。音符1から7と、8、11、12から15を、一応1個ずつ説明していきますね。で、それからシンバルの読み替えを全部通してみます。で、長い音符と短い音符を使い分けをします。あと6連で長い短い、インワードで長い短い。今までやったやつを全部やって、1段目だけやるんで、あとは自分でやってください。ということでございます。やっていきましょう。まずはですね、1番、この、読み替えですね。前回やってるので、そっちを一応説明欄にも貼っとくので、そちらの方を見ていただければと思いますが、タタタタタタですね。で、ここをクラッシュとバストラにします。あとはスネア。で、できたらハイハットは2、4、2踏んでいただいて。で、ここは、ダツツ、ダツツになりますね。で、タン、タツ、クツ。ここは、これは実際に、エチュード1では出てこないので、いいですが、ダツ、ダ、ドツツ。ということですね。まあ、ここら辺全部やっていきます。ダンダ、ダンダ、ダツツ、ダツタ、タン、ダツクタ。で、7番は、これと、この2番のタイがかかったやつは7ダッシュなので、こうやってどちらもこういう風に叩いてくださいねっていうことですね。それでは1番から7番までの手順をやっていきたいと思います。最初に少し解説が、シンバルへの叩き方の解説があります。ポイントは、シンバルやるときには、よりは、もうこの練習のときは、シンバルを上から、こういう風に落とす形でいいと思います。クラッシュするというかライド的な叩き方でよくて、長い音符を表現しているみたいなイメージです。では1番はい、続きまして、8番以降ですね、行っていきたいと思います。8番に関しては、この、後ろが短くても一応こう、後で関係してくるんですけど、こう、とりあえず最初はクラッシュ、クラッシュ、スニア、スニア、スニア、全部クラッシュね。このアクセントがついたとこ以外は全部、スニアドラムですね。ここのアクセントついたとこだけはクラッシュになります。で、ここは左、左でクラッシュになります。右、左でクラッシュ。11番は右、左でクラッシュになります。ということですね。で、この、9と9ダッシュはまた出てきているのと、11と11ダッシュがまた出てきているのを気をつけて、じゃあこの4種類をやっていきたいと思います。8番。はい、それでは12番から15番ですね。表記としてはこう4つあるんですけど、結局は12番ですよということですね。右左で叩いていきます。右左、右左左ですね。13番は右左左、14番は右、15番は右で叩きますが、こう表記が違うのは、前のビデオを参照にしていただければいいかなと思います。12番、
はい。というわけでですね、今まででこれで全部音符が揃ってきたので、じゃあこの揃ったやつをそのままシンバル移動で練習していくということなんですね。だからここ、丸がついたところは全部クラッシュとバスドラになっていて、あとはスネアで間が埋めていきます。2拍4拍のハイハットをキープできたらバッチリですね。最初難しかったらハイハットとバスドラだけをやってみるといいと思います。足ってね、足にすごく影響を受けるんですよ。なので、両足ができてから手を乗せると、手はもうね、動きは多分できてると思うんで、いけると思います。という風にしてもらって練習してください。一回叩いてみます。はい。長い短いの使い分けですね。このシンコペーションブックっていうのはな、なかなかこれをメロディアスに叩くってことは、短いと長い。要は、8分音符を短い音符として考えて、それ以上の音符は全部長いって考えます。タイがついたらもちろん長い音符になります。なので、タタタタンタン。ここの赤のついてるとこはスネアのアクセントにして、それ以外を全部クラッシュのアクセントにして、これを読み替えていく。これやるとね、かなり、ドラムソロ、めちゃくちゃかっこいいドラムソロになると思います。ちょっと聞いてみましょう。これを、アクセントと分けます。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、それではですね、6連符の長い短いをやっていきたいと思います。今やったことの合間をこうダブルで埋めていくわけなんですが、同じく、こう、ここのね、8分音符のとこだけは全部スニアのアクセントにして、それ以外はクラッシュとバストラでやっていきましょう。と6連は1、2、3、4というふうになります。はい、それでは最後、もう1個やりましたね。インワードパラデル、これも同じようにやっていけますので、これを実際にスネアとクラッシュ分けでやっていきたいと思います。それでは最後聞いてみましょう。インワード1、具合になります。はい、どうだったでしょうか。めちゃくちゃ難しいし、結構地味なんですけど、僕はこういうのをですね、宿題出されれば出されるほど、もう本当に新しい新しいパズルをもらったみたいな感じで、もうずーっとやってたいという大好きな練習でした。もうメトロノーム出してずーっとメトロノームを聞きながらドラムでこう無心にやってて、あれなんだこれなんだこれって言いながらやってましたけど、これはものすごく好きな練習でしたね。今でも暇があるとやってるかなと思いますが、ぜひやっていただけたらと思います。ビッグバンドのね、セクションなんかもまんまこれでやるとそこそこ合うんですよ。で、これをうまく混ぜながら、いろいろ僕のセクションマニュアルっていうのが、まあちょっと有料であるんですけど、それなんかと混ぜたりとかするとかなりいろんなことができます。それ混ぜ方とかも多分ね、後半出てくるので、ぜひやっていただければと思います。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。